スペシャルなゲストの方、はい、来ていただいておりますよ。大阪府広報担当副知事モズヤン、モズヤン。そして、大阪関西万博、スペシャルキャラクター、じゃあなんだっけ、公式キャラクター、公式キャラクターですね。ミャクミャク、ミャクミャクです。ありがとう。なんとね、モズヤンはね、はい、広報担当副知事という肩書きもありながら、ほうほうほう、大阪門大阪製品営業本部長という肩書きもつきました。あら、そんな硬いのもついちゃったの。そうなんです。素晴らしいな、モズヤンも。いろんな任務をねこなしてくれております。はい、いろんな形でだから大阪府をね盛り上げてくださるということですね。はい、そうなんです。さあ、それではただいまより、はい、ウェルカミング阿部の天王寺大阪門祭りロードトゥエクスポ2025における令和5年度大阪門名品新規認証商品のお披露目セレモニーを行います。はい、大阪門名品と言いますと、はい、大阪で長く愛され続けるお土産などの加工食品のことを言いまして、そうなんです。今年度も審査の結果、新たになんと13商品が仲間に加わりました。はい、おはようございます。皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい、おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう皆さんからちょっと高すぎます。はい、はい、ということでね、早速一言、吉村知事からいただきましょうか。お願いいたします。はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。大阪府知事吉村です。いや、あれ、今日はありがとうございます。この天芝、大阪門、そして大阪門名品の祭りにですね、こうやってお集まりもいただきまして、本当ありがとうございます。実は大阪って、大阪門って言ってですね、大阪を原産にする美味しい食材とか、またそれを使った加工品の大阪門名品っていうのがありましてね、これ知ってる人いらっしゃいます？大阪門とか大阪門名品知ってるって人、知ってるよという方いらっしゃいますか？半分はないぐらいですかね。ぜひ、あまり知られてないところもあるので、ぜひ皆さん知ってもらえたらなと。めちゃくちゃ美味しいですし、はい、そして今よくCO2 減らそうってあるじゃないですか。はい、そうですね、CO2 とかね、はい、やっぱり地元のものを食べることによって、なるほど、CO2 が減る。で、じゃあどのぐらい CO2 減るのっていうのが見えるように、うん、こう印をつけたりしてますから、はい、なので大阪にはその素晴らしい産品があるんだ、素晴らしい名品があるんだっていうことをこれから広めていきたいと思いますし、まあ、万博になると2800万人の方が大阪を訪れられますから、世界にも発信していけたらなと思います。で、今日はなんと福島県の皆さんともコラボいたしまして。そうですよね、はい、はい、福島の風評被害防ごうと、うん、福島の皆さんと一緒に素晴らしいもの出していこうじゃないかというので、福島の皆さんともこう美味しいものを皆さんにお出ししたいと思ってますので、ぜひ皆さん今日の機会に大阪も知ってもらいたいと思いますし、美味しく食べて、そして環境にも良くて、そして大阪が元気になればいいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カーボンニュートラルと言われますけどもね、いろんな形でね、国消国産とも言われますから、皆さんで、そういった意識を持っていただきたいと思います。はい、さあ、それでは大阪も紹介いただくあたりまして、スペシャルゲストの方にもお越しいただきましょう。はい、大阪も PR 大使のハイヒールももこさんです。よろしくお願いします。こんにちは、ハイヒールももこです。いや、ちょっと雨降ってきました。申し訳ございませんね、日頃の行いが悪い人が。いやいや、でも去年も雨でしたよね。去年大雨で、去年大雨、テントから雨がどうなんのやと心配しましたけど、今日もちょっとなんとか頑張って、天気を気にしながらたくさん美味しいものを食べていただきたいと思います。まあ、いつも言っておりますけど、大阪門大使やらせていただいてるんですが、吉本興業が珍しくタダでこの仕事しております。すいません、桃子さん、手弁当でありがとうございます。ありがとうございます。大阪府財政難でございまして、分かってますよ。だから手弁当で本当に桃子さんにやってもらってるんです。今日まんじゅう1個もみんなでうわ食べて、せっかくもうたから今まんじゅう食べてみて、そう、そうね、京都のねそうそうそう、まんじゅう大阪もんや言うてんのに京都のお土産くれねえ、どうしたらいいとこの人。昨日ちょっと八幡に行ってたんで、八幡に行ってたんで、ね、はい、そのお餅をね、はい、今みんなスタッフでグー食べました今。ギャラないのに餅でごまかそうと。そうそう、大丈夫ですよ。だから今回パレードある時も、はい、ね、やりますやん、オリックスと阪神頑張りました。優勝パレード、はい、パレードをやるとき23日やるときに、神戸はお金を出すけど、はい、
大阪はボランティアって言うけど、はい、当たり前やん、お金ないねんでやりたい人いっぱいおんねんから。でもそりゃそうですよね。一般の方も募集したらみんな喜んでやってよ。そう、間近で当然ね、警備もありますから。ほんであのジャンパーとかもお渡ししますから。昨日あの朝パラの僕ね、ジャンパー欲しいって言うての約3名でしたけどはい、もうお金ないねんから、ないとこは節約して使うとこは使っていきたいと思います。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。追っかけ来てるね、追っかけ、いつもの吉村さんの追っかけありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。ありがたいね、ずっとずっと。はい、さあそれでは、はい、はい、今年度の大阪木綿品認証されました商品をこれからご紹介してまいります。はい、それでは商品パネルとともにご登壇をしていただきます。あ、もずやん、脈々持った、はい、すいません、そうなんです、ね、まずは株式会社味の家、味の家冷凍お好み焼き、空山和子様です。はい、会社名とあの商品名もね、はい、一緒に言わせていただいております。はい、続きまして、上野佐藤株式会社、和佐藤上野誠一郎様、はい、ありがとうございます。続きまして、株式会社銀装、抹茶カステラ、はい、赤木康人様、お願いします。お願いいたします。続きまして、株式会社、はい、千春園本店、深蒸し茶貴去来、沖野正秀様、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、株式会社高山堂ゆかし竹本洋平様、はい、よろしくお願いします。はい、株式会社、はい、天満大阪昆布、昆布革命上方仕立て、北条清光様、よろしくお願いします。お願いします。パティスリーエルブランシュ、門間レンコンパイ、羽田和夫様、よろしくお願いします。お願いします。富士食品株式会社、富士の梅昆布茶、瀬島理恵様、よろしくお願いします。ありがとうございます。株式会社富士屋、宝禅寺あられ牛仙、山本増也様、よろしくお願いします。緑青果株式会社、お好みゼリー緑大輔様、よろしくお願いします。株式会社森食品、 MJ シロップ内山義文様、よろしくお願いします。株式会社モンシェール、堂島カステラ金遥香様、よろしくお願いします。有限会社、八尾源来光堂日記持ち、安西隆様でございます。よろしくお願いします。はい、もうパンパンってなってはいますが、はい、もうでも、もう全部知ってるやつばっかりで嬉しいね。そうなんですよ、桃子さん、はい、もう大好きなんばっかり。これがこの13商品が、認証されたということなんです。はい、うん、そしてこの認証商品の、事業者様を代表いたしまして、はい、一言、お言葉いただこうと思います。はい、株式会社味の家、空山和子様、こんにちは。私は難波道頓堀でお好み焼き店味の家を経営しております。創業して以来、私が3代目となり、大阪万博が開催される2025年で店も創業60周年を迎えます。この度新たに13品目を大阪も名品に認証していただき、その事業者の代表の一人として大変名誉なことと喜んでおります。コロナが収まり、大阪に世界各国から多くの方が来日されており、大阪の街が活気づいていることを商売を通して日々強く実感しております。大阪は天下の台所、私は食い倒れの街大阪を日本全国の方はもとより、世界中の方々にも言葉を分からなくても大阪に来てまた来たいと感じていただけるよう、大阪の味を笑顔とハートでおもてなししたいと思います。大阪も名品のロゴマークを含めた PR も頑張ってまいります。本日は誠にありがとうございます。味の家、空山和子です。株式会社味の家様、貴社の商品である味の家冷凍お好み焼きがこの度大阪も名品に認証されましたので、認証を少々授与いたします。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、
ハイヒールももこさんより大阪もめいひのロゴが授与されま す, すいません何度も代表ですからね、はいはいはい、おめでとうございます。お店に飾ってください。はい、ね、こちらのロゴがあると認証されたということでございます。もちろん各、13事業者の皆様にもございますので、はい、今一度皆様に大きな拍手お願いいたします。ありがとうございます。これ味の屋さんの、はい、あの冷凍のお好み焼きを今回認証させてもらったんですけど、そうです、ね、これねすっごく美味しいんですよ。もちろん私もいただきました。はい、ほんま冷凍と思えないですね。そう、もうお師匠のこと、うん、あの電子レンジでチンするだけなんですけど、はい、ホクホク、いやもう本当にねめちゃくちゃ柔らかいし、これあのなんかあの認証されたからポジショントークで言ってるんじゃなくて、はいはい、冷凍食品と思って一回やってみてください。冷凍じゃないですから、うん、本当に電子レンジでこんなにホクホクなんねんなっていうぐらい美味しいので、そう思います。もうすべての皆さんがね、ての皆さんがね、もちろんね、もう、はい、梅昆布茶今更前から持ってたんですよ、ね、桃子さん、そんなんもたくさんあるんですけど、あのロールケーキで有名なのが今度カステラも押してきたでとか ね, ね、はい、どんどん進出してきますね。美味しいやつもう全部いろんなね、もう日記の味が入ってとか、はい、ゼリーがあってとか、一個ずつこっちからもやっといてそうそう、いやいや、あの、はい、シロップのあのみかんのシロップも、はい、これ牛乳で割るやつなんですけど、はいはいはい、美味しいんですよね、はいはい、もう簡単にね、うん、いろんなもんで割ってみていただいたら、やっぱり門間レンコン有名なね、そうですよ、サクサク、はい、こっちも、ね、あでもレンコンの味あんまりしなかったですけどね、はい、このパイの美味しい味がしますね。そう、うん、昆布のだし取れるやつね、はい、入れ物も開発しはってねそう、ま、入れ物セットでそういろんなものが、ま、抹茶カステラもあります。さすが PR 大使ですねそう、何でも全部、いや一応全部いただいてますから、そうです、はい、僕も全部いただいてます、はい、はい、私たちはあの全部食べて全部あの感想を言っておりますので、はい、こちらのお菓子も美味しかったです、はい、お茶にぴったり、はい、もう佐藤さんはねもう長いこともそうなんですよ、まあ、佐藤といえば上野さんでございます。はい、まあ詳しいね、はい、認証商品は大阪府の、うん、ね、ホームページも見ていただいても分かると思いますし、言ってなかったもん、ね、9000ね大善寺ですか、はい、もう大阪を代表する場所でもあります。心斎橋のちょっといたところにありますので、はい、皆さん美味しいでございます、はい、カレー味も一味味もありますよね、はいはい、大阪門名品にはこのマークがついてますんで、はい、そうですね、先ほど あの大阪門名品っていうマークがあるんで、ぜひそれ見て、あ、はい、これです ね, それねこの大阪門っていうマークがありますんで、はい、もうあのいろんなところで見かけたらちょっとあの購入するかどうか考えてもらえたらなと思いますね。いやいや、この考えんと買ってほしいまあ ね自分のところで経済回さな、そうそうそう、大阪で経済回さな、よろしくお願いします、はい、お願いいたします。で、私事で飛んで埼玉っていう、はいはいはい、あのあ、そうだ、はい、映画にね来週出るんですけど、あの元大阪府知事役ですから、私、そうですよね、はい、もうあのすぐ連絡しましたからね、大阪元府知事やでって言って、はい、であのあの全部大阪に、はい、日本中大阪にしようっていう、あの悪い知事役なんですけど元知事役、はい、私は元大阪府知事、元大阪府知事 であの愛之助さんもなんか出てはるんで、そうです、愛之助さんが息子、いや何歳で産んでる、子供で産んでるやんみたいな、はい、感じなんで、あの飛んで埼玉に桃子さんが、はい、元大阪府知事で出てますんで、愛之助さんも息子役で、息子で現大阪府知事 現大阪府知事で、あのこちらの方も楽しんでみあの大阪めちゃくちゃいじられてるから、もう いじり倒してください、はい、ぜひ見ていただきたいと思います、よろしくお願いします、はい、あのちょっと残念がちょっと雨も降ってきてしまいましたけど、せっかくなんでね、あのいっぱい楽しんで帰っていただきたいと思います。あと万博、はい、この間もあのミドスリーパレードもありましたし、はい、今度は優勝パレード、大阪今本当にオリックス阪神頑張っております、はい、で万博に向けてあのみんなで大阪を盛り上げていきたいと思います。ぜひ皆さんご協力ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。大阪が熱い。さあそして吉村知事お願いします、はい、あの今日はいろんなこのブースを出してますんで、ぜひこの機会に大阪門に皆さんに触れてもらいたいな、食べてもらいたいな、見てもらいたいなと思いますので、ぜひあの体感をしてください。また本当すごく、ね、福島 の, あ の,、ね、あのものもありますし、この2025年大阪関西万博には2800万人の方来られますので、そこでやっぱり大阪の素晴らしさとか魅力とか食もそうですけど、それ以外のものをどんどん発信していきたいと思いますので、これからどんどん大阪を元気にしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。